こんにちは、衆議院議員の高橋千鶴子です。今度の選挙で東北ブロックは初の2人当選、船山由美さんと一緒に国会へ行きたいと思います。2017年の総選挙で初めて船山由美さん比例候補として一緒に戦ってくれました。あの時市議会の真っ最中で、その準備はしてたとしてもやっぱり市議会やってる最中に解散、突然の解散ってどんなにね、あの心情を考えると辛かったかなって思うんです。だけどその決意をして国会へ向かうということで、あのこれまで頑張ってきてくれた船山さんの決意に本当に応えたいと思います。市会議員として4期務めて、その時に本当にあのお正月にね一緒に行動した時も、あの常にこう相談が舞い込んで、あの丁寧にそれに応えている姿を見ていました。本当に皆さんの気持ちがよくわかる船山由美さんだからこそ国会で活躍してもらいたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。